Welcome to Crystal Reading。 今からですね、9月の乙女座さんのリーディングをスタートしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。まずね、9月の、ラッキーカラーを見ていきたいと思います。はい、乙女座さんの、あー、1枚ね、飛び出したんでね、すごい飛び出したんで元気がある。やっぱね、あの天秤座さんもそうなんですけど、半分の方が、半分というか半分の月が天秤座さんのお誕生日になるので、天秤座さんのカードリーディングもすごくね、ジャンプしました。カードが落ちた分、あー素晴らしい、コーラル、もうね、このオレンジ色見てもらったらもうすぐね、この辺り、あとこの辺り、なんかね、あの元気出てきませんか？そうなんです、オレンジとか黄色っていうのはクリエーション、要は、物事を、エネルギーを、理想をね、あなたの具現化していく、行動力を持ってという色になります。といった感じでね、やはりね、お誕生日月、もうすでにお誕生日を迎えた方も、まだまだ全然、なんだろう、すごくスタート、始まり1年で言ったらスタートの期間に入りますからね。そんな感じで、新しいね、ジャーニー、自分のお誕生日から、いいね、スタートが切れているという、切れているし、切れるということになります。何かしら行動していって、それを形にしていく、あと人と人とのつながりをすごくね、新しい変革を成していく、お誕生日月になるかと思います。はい、そしたらですね、月はですね、プリズムカードに聞いていきたいと思います。9月のね、乙女座さんのメッセージをください。時々ね、ピシャッとこれはダメだよっていう風にね、エンジェルはあのアドバイスくれます。はい、9月の、乙女座さんに対するメッセージをお願いします。乙女座さんにこちらにしますね。読ませてくださいね。はい、おー、いいですね。見えますか？才能が開花するです。才能が開花する。はい、やはりね、平均的に、あのリツリートだったと思います。8月、そうですね、早かったら8月の中間ぐらいまで、20日ぐらいまでが、まあ、そうですね、満月ぐらい、8月の満月が20日だったんですけど、そのぐらいまでが、何かしら、次の新しい、ジャーニーに始まるために、風邪をひかれたり、例えば自分の弱いところね、関節とか、 なんか 足、ね、あの足がこう痛くなったりとか、まあ、ちょっとした、いつもだったらやらないちょっとしたミスとかでね、あのお仕事休まなきゃいけなくなったとか、のお若い方でも突然腰痛になったとか、それって体を休めなさいっていうか感じで強制的に持ってこられる場合があるんですよね。で、忙しければ忙しくしい人ほどそういうことがないと、もう強制的にストップがかからないと休めれなかったりするじゃないですか。責任感があるしね、乙女座さん特に、うん、ということで、そういうことが起きた人は、ついてないんじゃなくて、反対に、新しいね、本当にお誕生日からのスタートをね、いい感じで切れるために、エネルギーの、入れ替えっていった感じかな。はい、で、新しいことがどんどん、入ってくるようにっていう感じで休めさせられたと思ってください。で、そういうことが起きていった人であればあるほど、才能が開花するということです。たくさんのね、お掃除をして、たくさんのその、まあ、乙女座さんやったら分かってくれると思うけど、引き出しが、ちょっとね、いっぱい3つ引き出しがあって全部いっぱいだったのが、そこでも厳選していらないものを多分処分するとかドネーションする、そしたら引き出し1個がまるまる空いて、さらに、乙女座さんめちゃめちゃスッキリになったと思うんですよ、うん、そこに新しいエネルギー、新しいチャンス、新しい人の出会い、これが入ってきて、あなたが本来持っている、才能をさらに発揮していくということです。もうすでに、自分の才能を分かってらっしゃってね、発揮できている人はそこに、加速度を増すという感じです。いや、楽しみですね。しかもね、分かります？実りある、こう
オレンジとかね、黄色とか、これってまさに豊かさの象徴なんですよね。で、豊かさってもちろん、金運も星の流れ的には悪くないんですね。うん、なんだけど、それ以外にも、あなたが豊かだなって思う、物事がさらにね、ピシッピシッピシッといってね、そしてさらに、すごい発見じゃないけど、ちょっとしたこととかでも何かシステムを組まれているとしますよね。ただでさえ他の人からしたらピッシリカウントできているんだけど、さらに抜け目のないこれでもかっていうぐらいの無駄のない何かを、作り上げるとか、チームのために何かを提供できたりするときっていうのは、もう乙女座さんはお金以上にすごくねハッピーだと思うんですよね。平均そんな感じで何かしら、その特にあれなのが、乙女座さんってうわすごいって言ったりすると、えこんなん普通だって当たり前じゃんって思ってらっしゃったり、それを口にされると思うんですけど、他の星座さんからするとそれって本当に天才性なんですよね。だから、なんか天才性が発揮するっていうことになんか、できるからこそ、その天才性っていうものを大きく別世界のものって思ってらっしゃる場合は、勘違いしないでください。例えばベートーヴェンとかね、ピカソのようにすごい絵を描いて世の中に起こすとか、もちろん天才性ですけど、実は天才性が発揮できるのって、あなたが歯磨きのようにしていることだけど、他人にすごいねって言われるところに、天才性が発揮されていくということになっています。特にね、この風からの時代、風の時代からはといった感じで、そこをね、別になんか隠しているわけでも、認めてないわけでもないと思って、普通すぎて気づいてないだけなんです。でも、そのじゃあ天才性ってこういうことを、そういえば他の人にはすごいなって言われるな、自分は別に普通なんだけどっていうところをね、今あこの部分だって思ったらね、それをね、さらにね、なんかこう、まあ大切に育てるっていう感じでもなく、普通ですからね、乙女座さんはできる人やから。だけど、あもしかしたらこの部分かもっていう感じでね、まずは気づいてあげてください。そっからね、何か動き出したら、あこれだ、この部分を何か、もっともっとこう世の中とか、周りの人に活かせれるすごいことにつながるかもしれないっていうふうに、大げさにとか思えない方だと思うので、さらっと思ってみてください。何か始まりだすと思います。はい、そしたらですね、マーメイドカード、クリスタルの、リーディングを見てくれている人は本当まだまだ数少ないんですけど、やっぱりクリスタルがハワイに住んでるだけに、日本で言ったら縄文です、レムリアとかね、アトランティスとか、そういった、DNA をちょっと分けてもらってたりとか、前世でそこに降り立ったとかね、そういう風な縁がある人です。ということで、どんな星座さんでも、現実的なって言われる星座さんでも、やっぱりね、レムリアとかそういうのに関係されている人が多いです。といった感じで、ごめんなさい説明長くなりましたけど、そういった方にね、意外にね、男性の人にもフィットするのはこのマーメイドカードなんですね。絵柄はすごい可愛いんですけど、結構ピシャってこれもね言ってくるんでね、これちょっと引かせてくださいね。9月の乙女座さんにメッセージをください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 。あーすごい飛んで跳ねていったんで、こちらにしますね。ちょっと待ってくださいね。わー、すごい。イエーイ。来た来た来た。セットやサイトハイヤー、あなたのね、やっぱりそうなんですよ、控えめなんですよ、乙女座さんって。控えめっていうか、いや私なんてなんてみたいな、その自信がないとか、そういうやつの、そういう類の、日本語勉強中ですか、ごめんなさいね。そういう意味でのじゃなくて、普通なんですよ。人の普通なんですよ。周りからすごいって言われても、あなたにとってはできるから普通なんですよ。
なので、そしてもって控えめというか、なんか大きく見積もったりワートにどんぶり勘定もしないから、自分のこともめちゃめちゃ、日本では少ないかもしれないけど、大きく見積もって自分を言う人いるじゃないですか。まあ子供的には嘘つきですよ。できもしないのにできるって言ってみたり、それが大人に刺さないから、なんかそういった意味でいつも自分のレベルをわきまえた上でパシッて決めるんですよね。その目標設定も確実にっていう感じなんですけど、結局できるんで、これからの時代は結局セッティングしたことができるんですよ、乙女さんは。なのでこういう言い方が乙女座さんにはいいかなと思ってね。現実的だから、いい意味で理性を持ってるから、彗星が効いてるからね。なんでできるから、だったら低く見積もらずに、何か目標が今あったとしたら、そこより絶対、2倍ぐらい高くしてくださいと、マーメイドカードはお伝えしてます、あなたに。うん、だからとりあえずそうセッティングしてみてください。絶対いくから。はい、セットやサイズハイヤー、はい、あなたのね、視野、まあ、もちろん低くはないんだけど、もっともっと高くしてください。なぜかっていうとね、Increase your standard、 あなたの、さらに上、あなたが思うこのぐらいっていう標準、これこのぐらいできるっていうのが、さらにさらにね、言ったようにね、天才性がどんどん開いてるってことは、自分が分からないうちにこれでもこのぐらいだろうって思っている以上にできるようになっていくってことなんですね。そうだから、あなたの要はスタンダード基準はどん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 高くなってます。だから高くなってるのに、ここでやって余裕かましてたらもったいないじゃないですか。はい、ということでね、高く高くしといてください。 And expect more for yourself。 そして、はい、やっぱりね、乙女座さん控えめやから、もっとあなたが思っている以上に欲張りに、期待してくださいと言ってください。欲張りになってくださいと言ってます。はい、ドントセトル、決めつけないでって、このぐらいって決めつけないでっていうことです。それは自分自身をリミテッドを作らないでって、どちらかといえば、確実を行きたいから、こう安全牌を行くっていう感じじゃないですか。ちょっと悪い方になるかもしれないけど、うん、だけど全然それ以上にできる人だから、セッティングしないでって、そこのぐらいっていうの。そしてもっと、まあ、エゴ的に、自分に全然期待していいし、もっともっと思ってくださいって、欲張りじゃないから、とにかく高く、意識を持って、高く、あなたの標準をもう高いからね、さらにさらに目標設定も高くしてください。それをあなたは叶えれるから、うん、頑張らなくても普通に叶えれるから。なんか、いや私なんてって言いながら、なんか例えば運動でも、なんか私なんてって言いながら、なんだっけ、高跳びでしたっけ、あるとかも、さって出てきてるやんみたいに言われるのがあなたみたいなタイプなんですね、乙女座さん。そんな感じです。もったいないからね。はい、そういった感じです。結構ドンピシャかなと思います。そしたらですね、これデイリーライフ、日常生活のことを聞いてみたいと思います。はい、フェアリーカードに、はい、9月の乙女座さんへのメッセージお願いします。9月の乙女座さんへのメッセージお願いします。9月の乙女座さんへのメッセージお願いします。9月の乙女座さんへのメッセージをお願いします。9月の乙女座さんへのメッセージをお願いします。2枚出たんで2枚読みますね。はい、おー、すごいね、やっぱり。うん、まず1枚目がポジティブエクスペクテーション、すごくね、ネガティブじゃないですけど、なんかね、冷静、言うならば冷静、ネガティブ、私なんてできないとか、恐怖心があるとかなくて、めちゃ普通なんですよ。そう、冷静だけどね、もっとね、ちょっとね、子供心でいいからね、ふざけてんのかっていうぐらい、乙女座さん的に、よ、自分的に、そのレベルを超えて、もうめちゃめちゃポジティブに期待してくださいと。セッティングして子供のように、めちゃめちゃいくぞぐらいね、ちょっとね、ぐらいね、ちょっと大げさなぐらいやってみてくださいと、フェアリーは言ってます。これね、デイリーですごく当たるんですよ。うん、とにかく、ネガティブではないです。だけど平常心よりもちょっと気持ちいいエンジンかけた感じで行ってください。うん、そうすることによって、今月ね、後半戦とか、まあ、お誕生日全然いいんですけど、特にね、時期で分けたら前半と後半って言ったら、後半戦が特にお金の流れがすごくいいんですよ。うん、
なんで何か、ファイナンシャルフローっていうのは、何かねあなたの収入源、だからそのさっき言った才能とか副業とかされてるとか、まあ皆さんこれを聞いてくれてる人いろいろだと思うんですけど、とにかくあなたの中に入ってくるお金が、流れ込んでくるお金が、給料が上がるのか副業がし始めるのか、まあそれは様々ですけど、とにかく、ファイナンシャル、あなたに入ってくるお金が、シフトアップ、広がります、上がります、うん、なんでだからそういうのもあってポジティブに、セッティングをハイにして高くしてポジティブに思ってください。なぜかっていうとできるから。もうレイジって作りのあれですからね、はい、才能が開いて、てか才能あるんですけど、そこにもっと周りの人がすごいって言ってくれたりとかしている場合であればあるほど、その言葉を、もっと何やろ、調子に乗ってください。受け入れてはいると思うし、冷静に、うん、そうなのか、うんみたいな感じだと思うんですよ。否定もせずに、いやらしくなくね。だけど、そうそう、この言葉があって、調子乗ってください、わがままになってもいいし、ちょっとエゴになってもいいですっていう感じですね。エンジェルたちはもう本当にね、乙女座さんはね、控えめでね、とてもねお優しいし、うん、だからね、ちょっと全然、ちょっとなんだろう、うぬぼれてもいいぐらいですよというふうに、言っております。はい、もう一つねエンジェルカードに聞いていきたいと思います。9月の乙女座さんへのメッセージお願いします。9月の乙女座さんへのメッセージお願いします。9月の乙女座さんへの、これです。はい、ちょっと見させてくださいね。あーもうすごい、なんかすごい、なんかってごめんなさい、自分を褒めるなってね、こんな感じで、ね、調子に乗ってください。はい、反対星座だから全く理解不可能な私は魚座なんですけど、はい、このぐらい言っちゃってるさ、反対星座ってお互いいい意味で作用するんですよ。理解できないけど、すっごいそのね、ちょっとね変わったエネルギーを取り入れるとね、すっごくね、飛躍っていうんですか、飛躍、思いっきり飛べないって言われてた飛び箱も、不可能なダンスを飛べるぐらいになっちゃうんですよ。すごい、天才性を生み出すエネルギーが、融合できるんですね。うん、だからちょっとクリスタルのようにね、おバカさんぐらいになってくれて方が、乙女座さんはさらに着実に頭いいし、ポーンといけますからねっていう感じです。なぜかっていうとニュービギニングなんですよ。はい、新しいジャーニーです。本当にお誕生日月っていうのもあるし、でも明らかにこれを見てもね、お誕生日月でもやっぱりね冬でスタートの人いるんですよ、中には、うん、だけど明らかに、スタートからいいって感じです。だからやっぱりね準備がいいって感じです。そしてね、今さっき始まるセッションがスタートした時にお伝えしたようにね、何かしらもしもほら腰が痛くなったりとか風邪ひいたりとか、そういう風になった人がいらっしゃったらっていう説明させてもらいましたけど、そうなってもね、他の人よりね、他の星座さんよりね、乙女座さんってねすごくね、やっぱり管理とケアがすごく上手なんですね、うん、だから要は準備が万端でスタートできるっていうことなんですね。はい、ニュービギニングです。新しいビギニングです。そしてもちろん流れはいいです。はい、ちゃんとねあなたがねブループリント、あなたがこの地球に降りてくるときにセッティングしたように進みます、進んでます。うん、だけど自分で押さえつけるっていうのはないけど、なんか普通に行くよりちょっと思いっきり、本当はこのぐらい幅があるのに中間しか行かないって感じかな。これが分かりやすいかな。別に行きたいんだったらこの中間でいいんやけど、エンジェルたちはいやいや、この振り幅の確実にその上の幅もずっと安定してるんですよ。だから上げてって、今上がろうとしているから、あなたの標準はっていう風に見える。だから見えてる視野も、あ、なんかやっぱここよりこのぐらいかなみたいな感じでね、まあ、ビルで言ったらあなたが見る世界観とかいろんな決められていることありますよね。ちゃんと冷静に見られてる。それが今までだったらビルの例えば30階ぐらいから見てたのが、本当は、振り幅は40階ぐらいまであるんですよ。40階ぐらいからの視野から見るし幅はあるんやけど、まあ欲張りでもないしこのぐらいでいいかっていう30なんですよね。はい、だけどここの40もいったからってごめんなさいね、星座さんによっては、これが多い人っているんですよ、人生に、上に上がって、まあ、お金持ちで這い上がってめちゃめちゃ億万長者になるみたいな、自分でストーリー作ってる人たちっているんですよね。それも星座によってちょっとあまり言いません、平均レベル的にあるんですけど、乙女座さんっていうのはこの運のマックスの幸運っていうかな、幅も安定してるんですよ。
なんであげてくださいっていうふうに言ってます。でその視野も見えてきている人が多いかと思います。この見てくれてる乙女座さんだからそのまま素直にあげてくださいと言ってます。このお誕生日を今年の機にと言ってます。はい、じゃあね、最後にねエンジェルナンバー聞いていきたいと思います。はい、乙女座さんの9月のメッセージお願いします。乙女座さんの9月のメッセージお願いします。乙女座さんの9月のメッセージお願いします。あ、落ちた、イエーイ。ちょっと待ってね。はい、イエス、てんてんです。まずね、てんてんパニックってじゃなかった、てんてんいいんですよ。どこかの、星座さんも出ました。どこだったかな、忘れたんですけど、てんてんはまず、位置がオンリーダーズ、自分が自分の人生をこのせあの自分の、ね、意識を高めるっていうか、あの標準が上がってるのにワートに上がらずに停滞するんじゃなくて、上げて自分でドライブするのも、自分でそれができます。オンリーダーだから1は、そして新しいスタートです。そして0っていうのは、終わり、いや宇宙的な番号です。アンリミテッドです。無限大です。だからそんな感じ、着実着実の、道っていうかエネルギーのゾーンを行かれるんで、乙女座さんっていうのは、確実なんですね。だから無限大に上がっていけたければ、上がったから絶対マイナスに下がるっていう人生のこのアップダウンはあんまりなくて、確実に上がったらそっからまた、一休み過ぎたら上がって、どん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 上がっていく人生を作れるんですね。オンリーダーで自分がドライブして、でゼロはそれを意味してます。なぜかっていうと、終わりも始まりもないじゃないですか、つながってるから。そしてですね、1010が2個になってるからダブルなんですね。はい、またこれもいい意味で、要は着実にっていう意味があります。そして2個つながるっていうのはバランスが取れてるからっていう意味があります。なぜかと2っていうのは、調和だったりバランスだったり、バランスって言っても、自分が男性だろうが女性だろうが、みんな絶対男性性のエネルギー、女性性のエネルギーがある、陰のエネルギーがあって陽のエネルギーがある。例えばネガティブなエネルギー気持ちがあって、ポジティブな気持ちがあって、そのエネルギーもちゃんと自分で統合できてるんですよ。っていうのは、人によってはネガティブな気持ちになったら、乙女座さんはやっぱ他人のことやからなかなか分かんないかもしれないけど、めちゃめちゃ感情的な水エレメントの人だとグワーって下がるんですけど、それを聞いたら確かにと思うかもしれませんけど、乙女座さんっていうのはいつも平常心落ち込んでいるけど、こっからグーッといつも入れるんですよ。これがちゃんとバランスを取れているっていう意味で、このダブルで出てます。そしてですね、よく、もうこれからの時代は点数で決めるのとかも良くないし、乙女座さんは点数で決められるのも、良くも悪くもどっちでもいいんやけど、興味ないと思うんですよ。争って1位になりたいとか2位になりたいとかトップになりたいとか、そういう体質じゃないから、できる人やからね、そんな番号なくても自分っていうものがちゃんとある意味合ってらっしゃるから、スコアは関係ない。要は自分の内側で自分で納得できるかどうかだけじゃないですか、だけど地球上でいう昔の言い方で言ったら10点満点っていいですよね、小学校の時。それが2個あるから、だからそのキャラクター、その性格も踏まえた上で、エンジェルは、宇宙はあなたに言ってるのは素晴らしいアウトスタンディングです。本当に、小学校の先生で言ったらね、あの先生もやっぱり人間ですから、お気に入りの生徒さんがいます。だからあなたは宇宙とかエンジェルからしたらお気に入りの生徒さんです。だからこそ先生がね、呼んでね、こんなのねあんまり言っちゃいけないけど、ちょっともうちょっとね、全然わがままになっていいから、もうちょっと欲張りになっていいから、なんとかじゃんっていう風に先生が、言っている感じです、乙女座さんにね。だからね、もったいないから、どんどん、目標を高くしてください。そしてですね、9月の、ごめんなさい、3日かな、3日がね、乙女座さん、あなたの部屋で起きる、ニュームーンなんですね、新月。で、これはもちろん、自分の、キャラクター、自分の性質にすごくさらに、反映する、種をまきをしたらね、どっちにしてもしなくてもいいように行くんだけど、だからその、今日新月やってね、もしも何もしない人も分かったとしたら、自分を今言ったメッセージもしも受け取ってくれたとしたら、さらにさらに、競争しながらとか、必死に行けって言ってないっていうのは分かってくれてると思うんで、ただただこのままの目線とこのままの冷静さで
上に上がってくださいというふうに、お伝えしています。よかったら参考にしてください。何でもね叶えますし、ファイナンシャルもいいし、あとね人間関係もまあトラブルないと思うけど、富田さん、うん、だけど人間関係もさらにこれをすることによって新しい人間関係が生まれて、まず1対1の関係もねっていうのは、パートナーシップとかビジネスのパートナーシップとかだけじゃなくて、あなたが仕事とかでもその1週間とか1回しか会わない人だとしても、その人とのやり取りがさらに乙女座さん的、要素が、いいように開花してね、才能で、すごく、あなたもさらに気持ちいいし、相手もさらに、いい意味でね、いい人間か、コミュニケーションがね、素晴らしいなっていうか満足をします。でそしてプラス、それがあるからってわけじゃないんですけど、会ったことのない、要はカルカラ風の時代っていうのはコミュニティが広がっていくって言われてますよね。だから何かしらオンサロとかいろいろ皆さん何かしらに所属してたりしていると思うんですけど、とかよく見に行く、チャンネルとかよく見に行くコミュニティとかあったとしたら、そこでもあなたはさらに何かしら花を咲かせる可能性が高かったり、何か役目をいただくっていうかしてあげるような形になったり、あなたがすごく楽しめて、あなたの、意識をね開花できるような、ことにつながるように、はい、なってます。そうですね、うん、でね、あと、そう月食があるんですよ、あなたの、反対側の星座の、魚座さんで、これは18日になります。これはね、それぞれの星座さん全ての人なんだけど、さらに、風の時代バージョンに変革が起きていきます。うん、それがね、特に人間関係、全体っていうよりは1対1の関係です。だからあなたが今大切に思う1対1って誰だろうって言ったら、その浮かぶ人との関係にいい変化、さらにいい変化が、現れてきます。これはその18日すぐではなくて、ゆっくりゆっくり6ヶ月間かけて、6ヶ月後に見たら、なんかさらにいいように改善されている、自分が思ってた理想の、関係性だとかね、そういう風に思える感じです。でも何はともあれ、マイナスは何もない、すごいいい月です。ただね、なんかわーっていう自分が騒ぎがないような感じが乙女座さんが多いので、めちゃめちゃカードも騒いでませんけど、全て出たカードはもしもね全部聞いてくれたら素晴らしいメッセージなんでね、ぜひぜひ、何かすることがあったらセッティングして、でそれよりも高く高くセッティングしてくださいと言ってます。はい、ハッピーバースデー and then thank you for listening, thank you for watching, may your spirit shine brightly as a star. あなたのねスピリットが本当にねお星様、そしてお星様以上にさらに、輝きますように、素敵なお誕生日月、新しいニュービギニング、ニュージャーニーをスタートしてください。ありがとうございました。バイバイ。